ジョン・ワール・ヒルデブランド・ジュニアは、アメリカ合衆国のレーシングドライバー。現在は、イザット・インディカーシリーズにパンサーレーシングより参戦している。ニックネームは、キャプテン・アメリカ。彼は2011年のインディ500において、最終週までトップを改装したものの、ターン4で外壁に接触し、最後の200ヤードで、ダンウェルドンに抜かれにになったことでよく知られる。また、ちょうど1ヶ月後に、 ダンウェルドンが死亡した、ラスベガスモータースピードウェイの大クラッシュで負傷した。ヒルデブランドは14歳の時にカートを始め、インフィニオンレースウェイで、ジム・ラッセルはライブドライブチャンピオンシップに参加。その年に、最初のレースだけでなく選手権にも勝利した。2003年にはジュニア 80cc シフタークラスに参加、シリーズ2位となり、同年末に、 ジム・ラッセル・グラデュエート・ラン・オフズを獲得、カートから本格的な4輪に参戦。2004年は、ホーミュラ・ラッセルに参戦した。彼は、選手権シリーズに勝ち続け、レッドブルドライバー・サーチに参加した。2005年には、パシフィック界2 0 0に参加し、シリーズ2位となり、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得、チーム、USA スカラーシップに選ばれ、ホーミュラ・パーマー・アウディオ・タム・トロフィーにも、参加。 三位となる。2006年には、US 界2000ナショナルチャンピオンシップに参戦、14戦中12戦に勝利し、シリーズを支配した。2006年の印象的な戦績で、ヒルデブランドは、ゴースラインスカラーシップを得、オーバーオールアメリカンオートレーシングファーストチームに選出された。チームメイトのアンドリュー・プレンデビルと走行する、ヒルデブランド、 2008年のファイアストンフリーダム100で2007年ヒルデブランドはニューマンワックスレーシングに加入チャンプカーアトランティックに参戦したシーズンランキング7位となりこれはアメリカ人ルーキーで最上位であったシーズン終盤には RLR アンダーセンレーシングからインディプロシリーズの2000に参戦した翌2008年は RLR アンダーセンから インディライツへと改名した同シリーズにフル参戦する。4戦目のカンザスで初勝利を挙げ、同年はランキング5位でシーズンを終えた。2009年、彼はディフェンディングチャンピオンチームのアグア、AFS レーシングと契約を交わす。シーズンでは5度のポールポジション、4勝を挙げ、結局14戦目のシカゴランドでタイトルを獲得した。同年彼は、 ブランズハッチで行われた A1 グランプリの最終戦に A1 チームアメリカから参戦し4位を得た。彼は再びオーバーオールアメリカンオートレーシングファーストチームに選出された。アメリカンルマンシリーズに参戦しているジェノアレーシングがヒルデブランドと契約。彼は2010年のアメリカンルマンシリーズ LMPC クラスに同チームから出場した。彼は セブリング12時間とロングビーチグランプリに参戦した。2009年12月、ヒルデブランドはヘレスサーキットで行われたフォースインディアの3日間のテストに参加した。このテストで彼はポール・ディレスタとマシンを分け合った。ヒルデブランドは2010年にインディカーシリーズにデビュー、負傷したマイク・コンウェイの代役としてドレイアレインボールドレーシングから2戦に参加した。 2010年12月14日、ヒルデブランドは、パンサーレーシングと複数年の契約を交わし、ナショナルガードのスポンサーを受けた4番車で2011年のインディカーシリーズにフル参戦することが発表された。ヒルデブランドのドライブするパンサーレーシングの車両、2011年のインディジャパン、このシーズンのインディ500では、 ファイナルラップのターン3までトップを回想しながら、ルーキー優勝の大行目前の最後のターン4で、クラッシュを喫してしまう。打性でチェッカーを受けるモニーに終わり、大行を逃した。このことや、その後のレースでまたしてもターン4でクラッシュしたことが、きっかけでそれ以降、ミスターターターン4という、ありがたくない二つ目を頂戴することになってしまった。アトランティックチャンピオンシップインディライツインディカー。 シリーズインディ500ありがとうございます。